ちそうさまでした。はい、おそ待ちさまでした。みんなたくさん食べてくれてお姉ちゃん嬉しいよ。キュワー、変な声が出たよ。不意打ちはやめてくれる？でも嬉しいよ弟くん。君がそう望んでくれる限り私は永遠に世界一のお姉ちゃんだからね。皆さん、洗い物をしてきますのでお皿とかこっちにくださいね。ありがとうございます。至れり尽くせりですね。あー、もうたっぷり食べて満足です。食後のお茶も美味しい。幸せ。はい、しかし疑問なのですけれど、どこから食材とか調達してるんでしょう。ここは町から離れておりますし、物資を手に入れるのも大変だと思いますが。普通にラジラジが空間跳躍して町の近くまで運んでくれるからな。馬車とかの乗り物を使わなくてもどこにでも自在に行けるんだぞ。実際すっごい便利だ。お役に立てて光栄です。便利すぎるからこそ今の王宮が空間転移などの魔法を独占して一般人による使用を禁じてるんでしょうね。軍事転用でもすればとんでもない優位性を得られますし。うん、敵の陣地に一瞬で自軍の主力を送り込んだりとかな。銀行の金庫にでも何にでも侵入し放題だし。ま、空間跳躍を防いだり瞬間移動してきた相手を捕らえる罠みたいな魔法もあるから万能無敵じゃないんだけど。うん、だからこそ王宮に囚われているネネカ様をその能力で助け出すのも難しいのだ。全くもって悩ましい。どうしたらいいのだろう。お役に立てず申し訳ありません。あなたが謝ることはない、ラジラジさん。そもそも敵の襲撃に抗えずネネカ様をみすみす奪われてしまった私の落ち度だ。はあ、無力な我が身が呪わしい。だが実際どうするんだ。ネネカとやらは私や坊やが囚われていた王宮の地下監獄に収監されていると推測できる。あそこは政治犯などを拘留するための厳重な牢獄だ。生半可な手段では破れないぞ。この私ですら普通に脱出するのは無理だった。うん、ちゃんと考えてるから安心しろ。ラビリスタが目覚めて手伝ってくれたら簡単なんだけどな。あんまり無理はさせらんないし。でもクリスティーナやラジラジもラビリスタと並び評されるセブンクラウンズなんだ。この世に不可能なんてないぞ。希望を捨てずに頑張ろう。あの、そのセブンクラウンズというのは何なのでございましょう。私なぜかとても気になっているのでございます。なぜか私の父の名も古文書にはセブンクラウンズとして記されておりましたし。そうなのか。うん、何かお前とはただならぬ因縁を感じていたが、そういうつながりがあったんだな。お前の父は私と同質の存在なのか。興味深い。あまりじろじろ見ないでくださいまし。あの、クリスティーナさん、あんまりコッコロちゃんを怖がらせないでくださいね。むしろ怖がって不安に駆られて殺しに来ないものかと期待している。お前もその気があればまた刃を交わして愛し合おう、プリンセスティアナ。あの、初めて会った時から疑問でしたが、なんであなた私の本名を知ってるんです？王宮の関係者も親族ですら私のことを忘れていたのに。陛下に聞いたんだよ。裏切られ殺されかけたのだ。もう陛下などと敬意を込めて呼ぶ必要もないか。言い直そう。あの忌々しいユースティアナに
お前の話を聞いていたんだ。自分をお姫様だと思い込み、ユースティアナという名を語っているかわいそうな小娘だとな。それで目障りなので始末しろと頼まれていたので、先日お前と刃を交えることになったわけだ。いえ、あの偽物はあっちで、私は本物のユースティアナなんですよ。だろうな。それはうすうす察していた。本物を殺して成り変わるのがあの忌々しいユースティアナの目論みだったのだろう。その真意まではよくわからないが、権力志向の強いやつだし、王座につきその立場を維持するために何でもやるのだろう。そういうところもギラギラしていて好ましかったのだがな。さすがに殺されかけてまで無邪気に慕うほど純情でもない。簡単に好意や敬愛が憎悪に反転するほど割り切れもしないが。おばさん、よくわかんねえけど元気出せよ。らしくねえぞ。おばさんと呼ばれるほどの年齢ではないと何度言わせる。死にたいのか。まあ慰めてくれて嬉しいけどね。ありがとう坊や。ともあれ、今この世界では何かおぞましい陰謀が進行しているらしい。何もわからぬまま巻き込まれて潰されるのも尺なので、できる限り事態を把握しておきたい。うん、そのためにこうして情報を共有し合うための席を用意したんだ。クリスティーナやダイゴ、ラジラジやマサキにもまだちゃんと話してなかったけど、いろいろ一通りみんなに説明しておきたい。今から私がする話はお前らにはにわかには信じがたいかもしれない。私の願望や憶測、勘違いなんかも混じってるだろうしな。でもどうかまずは疑わずに聞いて、おのおので検討してほしい。そしてこの変わり果ててしまった残酷で恐ろしい世界での身の振り方を改めて考えてくれ。今この世界は悪意によって染め上げられている。何も考えずにただ現状を受け入れていると不幸になる。場合によっちゃ何もかも失って絶望の中で死ぬことになるぞ。